皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはなぜ15年以上教室を続けている先生ほど集客が難しくなってしまうのか、3つの原因について考えてみるということについてお話をしたいと思います。ですね、私のところに、ご相談とかにいらっしゃる先生10年以上20年以内という方も結構多いんですけれども、ここそうですね3ヶ月ぐらいそういった方の、集客のご相談に乗っていて、ある共通の、集客が難しくなっている共通の要因っていうのが3つほどあるなっていうのを最近感じるようになってきたので、そちらをちょっとまとめてみたいと思います。ですので、必ずしも15年以上の先生ばかりとかっていうことではないんですが、要は長年続けている方が似たような状況に陥っていて、そして集客に苦戦しているという方が多いなというふうにお見受けするので、もちろん集客に苦戦ということも無縁の先生もいらっしゃいます。その分かれ目は何なのかっていうことも含めてお話をしていきたいというふうに思っています。はい、まずですね、最初に結論の方を言います。3つの要因が主にあるなというふうに思っていて、その3つの要因について、ちょっとお話をしてみたいと思います。まず1つ目ですね、時代の変化の理解不足、これが1つ目です。2つ目、営業不足とプライドの関係、これが2つ目で、3つ目が解雇するマインド、これが挙げられる大きな要因です。で今日のお話は、もしかしたらですね、誰か特定の一人の方を言っているわけではなく、総合してこういう要因があるなというのを主に感じていてお話をする話なので、もしかして3つとも全部当てはまってしまう方は聞いていておそらく耳が痛い話になる予定です。ただ現状を理解しないと前に進むことができないので、それでもその内容と状況を知って前に進んでいきたいっていう方だけは聞いていただいたらいいかなというふうに思ってお話をしています。で一つ一つについて、ちょっと解説をしていきたいと思います。まずですね、一つ目ですね、時代の変化の理解不足っていうことなんですけれども、これはもう本当に単純にですね、教室が増えたということなんですよね。集客できなくなったっていうのは単純にまず教室が増えたっていうのが大きな要因です。どういうことかっていうと、例えば10年とか15年前に比べるとですね、自宅教室の開業っていうのは非常にハードルが低くなっていて、会社員であったりとか勤めをするっていうこと以外の選択肢が普通に増えたっていうことなんですよね。だから結局需要と供給の関係で、教室に行きたいっていう生徒さんの数よりも教室と先生としてやっている数の方が伸び率が増えてしまったっていうこと、お客様になるべきであろう人の人数はそんなに増えていないのに、先生が増えれば当然生徒さんが分散されることになりますので、単純に教室が増えた、これがまず一番大きな要因なんですよね。だからまずその時代が変わってきちゃってるっていうことで、必然的に人数が減るだろうということが予測されるのであれば、以前と同じ教室の集客ないしはやり方とかでは全然立ち行かなくなるっていうのを数年前から予想しなくてはいけないんですが、特に自覚がないないしは口コミで、生徒さんが生徒さんを運んでくるということに慣れていらっしゃる先生は、悪気がなくですね、集客っていうことに対する感覚が非常に緩いないしは甘いケースが多いので、何も対策をされてない方がほとんどです。今現在苦しんでいる方っていうのは 4,5 年前からもうその兆候は出ていて、私が教室を実際やっていた8年前の段階でも教室増え始めているなというのは感じていたわけなので、そこから 2,3 年でものすごく教室が増えた感がありました。なので
その時代の変化っていうのを察知してるかしてないかっていうのは非常に多くて、その段階で前と同じやり方をずっと続けていたのではやはり難しいよねっていうのがあるのがまず一個の感想です。私が割となんでこんな引いた目で話ができるかっていうと、自分自身はパン教室をやっていて、ただそのパン教室をやっているのはコンサルをやりたかったからパン教室をやっているわけなので、パン教室をやりながらもその、料理業界とか教室業界の動向はずっと見ていたので、どういう教室が立ち上がってきてどういう教室が消えていって、1年以内に廃業する教室も多いのも知っていて、古い教室の先生が廃業するのも知っていて、全部その状況を見てるんですよね。で、その要因として多いのが、要は時代の変化を理解してそれに適応した手を打っていないという先生も非常に多いことですね。じゃあ何年も続けていてずっと人気の教室の先生は何をやってるのかっていうと、私がその先生をずっと見ている限りにおいては、とにかく新しいことに果敢にチャレンジしている方が多いですよね。現状の、状態にあぐらをかくとかいうことではなく、常に世の中の動向とかを学びながら、それを講座に取り入れながらリニューアルを繰り返して、場合によっては1年スパンぐらいでどんどん講座リニューアルしている先生、すでに集客をできているのにリニューアルです。だから当然そのリニューアルするためには学びをしなくてはいけなくて、海外に行ってっていう方も当然いらっしゃいます。海外に行くっていうことはその収益が出てないと当然海外に行けないわけで、それをこう回し続ける、そして大きくし続けるっていうことができてる先生はずっと人気でやられてます。なので共通して言えるのは、その現状に甘んじず常にチャレンジを繰り返してる方は人気が衰えていないなっていうのが、見ていて、客観的に見ていて感じることです。ですからまず現状集客が停滞している、ないしはゆっくりでも衰退しているというのを自覚している方は、ここ5年以内に、自分が新しいことにチャレンジをしてきて教室のリニューアルを大々的にやったことがあるかっていうのも一つ基準値として見ていただくといいかなと思います。あとその競争力っていう部分においては、教室が増えてしまっているので、既存の従来型の教室では難しくなってるっていうことを危機として感じたかっていうことですね。でそれに対して、現状どういう教室が流行っていて、どういう教室が台頭しているかっていうこともデータ上でちゃんと確認をしていたかとか、それはもう過去形のお話になりますけれども、それをやってきた先生とやってきてない先生っていうのは時代の変化の捉え方が変わっているので、忙しくてできなかったっていうことをおっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、その何かを前に進め続ける求心性ですね、やっていこうっていうものがなければ、基本船もね漕ぎ続けないと前に進まないということがあり得るように、停滞は衰退と一緒なので、これは教室業に限ったことではなく、どんな事業でも一緒だと思っています。なので果敢にチャレンジをし続けて、出た収益をチャレンジ項目にも使いながら、やられてる先生っていうのは伸び続けてるし、同じことをずっと繰り返している、ないしはそんなに大きな抜本的なリニューアルとかをあまりしてない先生っていうのは、やはり衰退気味、停滞気味になられているという現状、これは私の引いた目で見ている分析です。なので時代の変化があることについていけてない、ないしはそれを理解しようとしない、場合によっては目を塞いでるっていうケースもありますのでね、そういう場合にはなかなか追いついていかないっていうケースがあるのがまず1点目です。で2点目は営業不足とプライドの関係ですね。ここが多分本当は聞いてて一番痛い話かもしれませんけれども、私は営業出身なのであえてお話をしたいと思います。ですね、まず昔からやられている先生は口コミと自然に集まるということに慣れているので、自分から自分の教室を紹介するとか、あとは誰かその自分の教室の魅力を伝えて来てもらうっていうことに対する躊躇、プライドが邪魔するケースが多いなというふうに感じています。
それはそんなことを言うふうに私は例えば、まあ、言葉悪いですけどね、そんな落ちぶれてはいないわとかいう気持ちとかが無意識的にでもあると、当然自分の教室の紹介をするのははしたないとか、そんなことまでして集めたくないわという気持ちがあったりして、紹介とかもしていかない、誰かにそれを伝えていくっていうことも怠っているケース。その発信力というのは SNS においても一緒で、若い人が普通に当たり前のように自分の教室を紹介しているのと同等なことがやっぱりできない、恥ずかしいとか、あとはいやそこまでして来てもらわなくてもみたいなプライドが邪魔する、だけれども実際には来ていない、だけれどもそれを外に言うことができないっていうことで、その営業不足とプライドが葛藤してですね、結局どんなことになってるかっていうと、自分の紹介はしていない、教室の紹介もしないということになると、口コミが減るばかりになっていくと、紹介口コミが減っていくとですね、当然そこは今まで自力で集客をしていないので人任せでどんどん衰退していくけど打つ手がないということになります。で、その段階でじゃあ何を営業していったらいいのか、どんな話をしていったらいいのかっていうのを今からでも学ぶ方はまだいいんですけれども、そんなことまでするんですかとか、そんなことできませんっていう方は、残念ながらですね、かなり厳しい状態になっていくっていうのは、見ていて非常に感じることです。場合によってはかなりのギリギリの瀬戸際にいらっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、そこまでしてっていうふうに思うのであれば、衰退をした場合に教室廃業になってもいいのかっていうとこまでもしかしたら考えなきゃいけない方もいらっしゃるケースがあります。私はそれは実は本当はもったいないと思っていて、大概15年以上曲がりなりにも続けてきてる方っていうのは、今は減っている方向に向かっていたとしても、技術はものすごくある先生が多いからもったいないなっていうのが単純に思っているんです。技術がどんなにあっても、ものすごい美味しいお菓子とかパン料理を作る先生でも、お客様要は生徒さんが来なければ廃業を決意せざるを得ない話の相談を昔から何度も聞いてるからです。なのでそれっていうのはやはり習い事業界とか、その知恵とか先人の知恵とか培ってきた知恵を学ぶっていうことから考える生徒さんのものから考えても損失だなというふうに思っていて、今の人は今のやり方で今のものを教えるっていうのももちろんありだし、昔の方が培ったその知恵とか技術をやはりきちんと伝承する、伝えていくっていうことを考えた上では、教室は持っててもらわないといけないんですよね。続けて継続でやってほしいな、だからそこは応援したい、だけれどもその現実を受け入れようとしないとか、あとプライドが邪魔すると、若い人がやってるようなそんなこと自分にはできないっていうふうに思ったり、自分より技術がないのにうまくいってる教室とか、なんでだろうっていう目で見ちゃう、これは技術至上主義である昔の、考え方で、今って習いたい技術だけが教室に行く理由じゃない、習い事をする人の、事情と理由が千差万別に変わっていってるんですよね。だからそういう意味で、それが理解できない、ないしは理解しようとしないっていうことになった場合には、当然それ以上の先の動きをすることができない。だから場合によっては自利品になっていった場合には、もう廃業かどうするかっていうところまで考えなくちゃいけなくなってしまうのは、もったいないなっていうのが、まあ、単純に私が思っている部分なんですね。ですから、その場合にはどういうことが必要になるかっていうと、営業的な動きを今後の先生はしていかなくちゃいけないっていうのを理解できるかどうかです。先生業っていうのはここでこう立っていれば人が勝手に集まってくるものではなくなっているということが理解して、自分もここに降りてってこう共有していく、気持ちを共有する、ないしは、リニューアルをしながら挑戦し続けることによって、その姿を見せることで習いに来た人っていうのを獲得していくかっていうことなので、どのみちご自身が動かない限りは人って集まってこない、動き方がわからないのであれば学ぶ必要があります。なので人任せではどのみちできなくなってるっていうのが
世の中の現状っていうことがまず理解できるかどうかっていうのがこの2点目のところに非常に大きく関わってくる内容です。そして3点目です。解雇するマインドですね。本当によく聞くんですけど、昔はこうだったんですよとか、昔はもう本当に一人の生徒さんが5人ぐらい紹介してくれたりとか、通いたいっていうと8人がまとめて通うっていうふうにお友達を引き連れて通うんですとか、あの昔の話を非常によくされる先生がこの年代の先生には非常に多いんですけれども、昔は良かったっていうことを言いたいのかもしれないんですが、やはり昔と今は違うという認識があったら昔のやり方が通用しないということを自覚しなくてはいけないので、 その段においては昔の話ってあんま関係ないんですよね。今は時代が変わってしまっているっていうことを認める上においては昔の話を持ち出してもあんまり意味がないということが分かるかどうかなんです。だから昔の話を持ち出す先生ほど、今にやらなくてはいけないことから目をそらす傾向にあるというふうに感じています。だから昔を見てしまうんですよね。昔は良かった、昔はこうだった、生徒さんもこういう人が多かった、今の人はこうだ、でも今生きていかなきゃいけないじゃないですか。ということはお客さんも変わっているわけだから先生も変わっていかなくちゃいけないのが追いついてないと、昔はこうだった昔はだったっていう昔をね解雇してしまうマインドがあるんですよ。それってはっきり言って意味がないです。集客上では今をどうするか、未来に向かってどうするかだけの話なので、過去の良かった話はそれはそれ、今は今っていうふうに割り切れるかどうかっていうのも今の集客をうまく活かせるか活かせないかの大きなマインドで、昔が良かったから昔のようにできないかなっていうことで考えている方は、まあ、まずうまくいかないですね。それはそれって割り切って、その時はあったよね、でも今は違うよねって割り切って動いてる先生は成果が出てます。だけれども割り切れないで何かにつけて昔を振り返る方っていうのはやはりうまくいってないなっていう感覚があります。だから昔の良さは昔の良さでいいんです。だけれどもやっぱり時代が変わっているので、そこを懐かしむマインドが強ければ強いほど前に進むことはできないので、そこを切ることができるかどうかっていうことです。切ることができるかどうかっていうのは解雇しないっていうことですね。今は今と割り切って進んでいくから、やらねばならないことはやらなくてはいけないし、一つ一つ処理しなくてはいけないこと、パソコン苦手なんですっていう先生も非常に多いです。でも今の若い人は普通にパソコンとかスマホとかタブレット使っちゃうんですよね。でその方たちが普通に教室をやってしまっているので、できないのであれば誰か人にやってもらえる人を見つけなくてはいけない。人を動かすっていうことはそれだけ稼がなくてはいけない、ないしは自分が覚えるかどっちかなんですよね。だから年齢がいってるから分かりませんだと多分今の時代は通用しないので、分からないからやりませんで済めばもちろんそれでいいです。だけれども現状はやっぱりパソコンとかコンピューターとかと仲良くなっていかないと立ち行かない時代になってるんだっていうことが理解できるかどうかっていうのも非常に大きな、お話になると思います。だからそこまでして頑張らなきゃいいって決めれば、もちろん頑張らないのも一つの選択肢です。もう体力的にも辛いし、悠々したそんなにギツギツの教室はもうやりたくないんだって言ったら、楽な人数で、細々と教えるっていう選択肢だって当然あるし、趣味的にそんなに収益とか考えないでゼロベースでもいいから生徒さんと楽しくやりたいっていうのも選択肢の一個。ただビジネスとしてやっていかなくてはいけない場合には、当然同じ土俵に上がっている教室が増えてしまっているっていう中において、お客様生徒さんから選ばれなくてはいけないということになると、もう一頑張り頑張らなくてはいけない。ここを、決意を決めることができるかどうかっていうのが非常に大きな要因になってくると思います。ですので3つほど見ていて感じた分析の結果をお伝えしました。1つ2つもしかしたら3つ当てはまってしまう方は、今後
仕事としてきちんとやっていきたいのであれば、少しそこを大きく変換しなくては難しい時代に来ている。まあ、一つの場合にはまだどうにかなるケースは多いんですけれども、3つ当てはまってしまっている方は割り切りをかけないと、現状他の方の、教室ないしは後から台頭してきてるうまくいってる教室と、同等で、お客様の目は残酷なほど公平で、要は自分が楽しいか行きたいか行きたくないかだけで教室を選びます。なのでその中において頑張っていくっていうことになると、もう一踏ん張り、決意と覚悟が必要になるケースがあるかなっていうふうに思いましたので、本日はそんな話をしてみました。ご参考にしていただければというふうに思います。それでは。